皆さんこんにちは。明るくマニアック指揮者作曲家の徳岡直樹です。さて、動画は夏休みをいただいていた上にしばらく時間が空いてしまいましたけれども、実はカラヤン解説演奏紹介の動画に反響をいただくことが多いものですから、今日は私のお気に入りの曲、大好きな曲ですね、モーツァルトの40番のシンフォニーとカラヤンの演奏についてお話ししてみようと思います。カラヤンのこの曲の録音は数種類。まず SP 時代のトリノイタリア放送オーケストラとの録音、1960年ウィーンフィルのデッカ録音、そして1970年のベルリンフィルとの EMI 録音、そのわずか5年後のドイツグラムフォンへの再録音。実際には正式なレコード録音はこの4つだけなんです。しかし最近では1959年ウィーンフィルとの東京ライブ、驚くなかれこれ立派なステレオ録音なんですが、そしてもう一つ、1964年ウィーンフィルトのブカレストでのライブ録音も発掘されました。残された録音としては多くないかもしれない。正式に CD になっていないものも含めると、実はカラヤンって晩年に限りませんけれども、モーツァルトの交響曲では29番39番をよく指揮していた。ライブ演奏も相当な数残っています。それこそコンサート開幕の曲に置くんですよね。そして後半はベルリオーズの幻想だとか、ブラームス、リハルトシュトラウスなんかを持ってくる。それで見ると40番というのは、少なくとも私ベルリンフィルトの本拠地でのライブというのは聞いたことがありません。演奏会リストまでは確認していないんですけれども、なんというのか、こう本プロで演奏する曲ではなかったのかもしれない。あ、でもそういうと語弊がありますね。例えばカールベームの1970年代にはベルリンフィル、ウィーンフィルへの客演であってもモーツァルトの39、40、41というプログラムが定番だった。ちょっとカラヤンから離れますけれども、私シャルル・ミュンシュ好きなんですけれども、ボストン交響楽団の音楽監督ミュンシュに限らず、その後のラインストロフや小沢さんにしても、ボストン本拠地シンフォニーホールでのライブ録音のモーツァルト、特に40番ってほぼ皆無なんです。今残っているのは夏のタングルウッド音楽祭での公演がほとんどです。タングルウッドでのコンサートって、その年のシーズンの年間のプログラムを繰り返すみたいにして、夏中ずっとものすごい数のコンサートが続くんですけれども、そういう中に、何というのか、短い合わせのリハーサルで構成できる曲ということもあるのか、夏のフェスティバルだからという曲目が組み合わされることがある。カール・リヒターによるバッハのブランデンブルク協奏曲全曲録音だとか、ミュンシでもバッハの管弦楽組曲のライブ録音なんか、いずれもタングルウッドならではのプログラムということになる。本プロで演奏されているバッハとなると、もう少し曲の規模というのが大きくなるんですよね。こうしたケースをそのままカラヤンに当てはめることはできませんけれども、どうもカラヤンはモーツァルトの40番は熱心に録音を繰り返している割には、本拠地コンサートでのプログラムではなくて、どちらかというと演奏旅行の曲目と見ていたかのような、ちょっとわからないんですけれども、とにかく私カラヤンのモーツァルトの40番、状態の良いライブ演奏というのを聞いたことがありません。 R 版も確かないですよね。それにこの曲売れ筋だと思うんですけれども、意外なことにユニテル、テレモンディアールの映像作品もありませんね。41番ジュピターの方がまだ実際の演奏会で取り上げられる回数が多かったと思います。しかし圧倒的に多かったのは29、39番ですよね。という風に曲に関してもカラヤンに関してもいろいろ話題がありますし、今日もまた最後に隠しテーマということで、カラヤンに関わりのある別の演奏家についてもちょっと触れてみたいと思います。さて、モーツァルトの40番、以前にもワルターやフルトヴェングラーの動画でお話ししていますので、いくつかはこう繰り返しになりますけれども、まずモーツァルトの40番曲そのものについてお話ししましょう。毎回お話ししていますけれども、これだけ馴染み深い、解説を必要としないくらいによく知られている曲ですから、およそのアウトラインと私自身が今関心を持っている点についてお話ししたいと思います。まずモーツァルトの運命帳、
ベートーベンの破綻調がそうであるように、その作曲家の音楽感とぴったりと合う、そしてその調整で名曲を作曲することが多いという特定の調整というのがあるんです。で、モーツァルトの交響曲の場合、41曲の中で2曲だけが単調で作曲されているものがある。それが25番と40番。そしてこの25番も40番も両方とも一度聴いたら忘れられないような名曲ですよね。ベートーベンが破綻調の曲に数々の名曲を残しているように、途端調というのはモーツァルトの宿命的なキー調整だった。打足ですけれども、モーツァルトがその生涯で唯一たった1回1曲だけ作曲したフィスモール A 平坦調の音楽がピアノ協奏曲第23番のあの素晴らしいシシリアンの第2楽章です。モーツァルトの40番のシンフォニー、もう第一楽章冒頭から切々と訴えかけてくるテーマ、これやっぱり半音の効果なんですけれども、もう冒頭から忘れがたい素晴らしい音楽が現れます。そして第二楽章、ピアノ協奏曲の第27番と同じく、もう悲願の音楽、それが言い過ぎであればもう完全に墨絵の世界です。長々で作曲されていても明るい音楽ではない、どこか陰りがある。ハーモニーも関わってくるんですけれども、こういう陰りというのが現れてくるのが晩年のモーツァルトの魅力だと思います。それに後期三大交響曲の第二楽章って傑作ぞろいですよね。私39番の感情楽章特に大好きなんですよね。胸を打ちますよね。41番ジュピターの第2楽章にも神妙なところがあります。すごい音楽です。ただやはり晩年のモーツァルトの孤高の空気、モノクロの映像、冬の草原に一人佇むモーツァルトの姿を思わせるのはこの第40番のアンダンテですよね。これ変歩調調、まさに39番の交響曲と同じキー調整なんですけれども、このアンダンテちっとも明るさを感じないですよね。これ蝶々だから楽しい、単調だから悲しいという単純なものではない。もともとこの蝶々明るい、単調暗いというのはバロック以後の非常にロマンティックな捉え方なんですね。かえって蝶々というのには荘厳さというのもあったりもします。24の蝶それぞれにキャラクターがあるとも言われる。早々行進曲のほとんどが変の単調で書かれているのにもちゃんと理由があるんです。モーツァルトの40番に戻りますけれども、第3楽章のメネットもこれちょっと特殊な構造になっている。皆さん、メヌエットって何拍子だと思われますか？楽譜は3拍子で書かれている場合が多いでしょう。しかし、メヌエットというのは基本6拍子の音楽です。なぜか簡単です。曲のメロディーやビートは3拍子系ですけれども、人間の足は2本です。メヌエットというのはもちろん舞曲です。この曲を踊る人間がステップを踏むと、例えば右足から始めたとして、1、2、3、4、5、6、1と、踏み出した右足に第一拍目が戻ってくるのは、まあ算数で言いますと2本の足と3拍子フレーズの最小公倍数で言うと6になりますよね。というわけで
本来メネットというのは6拍子なんです。例えばブラームスのオーケストラのためのセレナード第2番第4楽章のメネットは4分の6拍子で書かれています。さてその理屈でいくとこのモーツァルトの40番の第3楽章メネットって実はテーマが3小節フレーズなんです。舞曲としては非常に踊りにくい器楽的な音楽上のメネットということになるのかもしれない。これ初演当時すごく斬新なエキサイティングな音楽として響いたと思います。そしてモーツァルトの40番についてお話しするとなるとやはりどうしてもこのケースに触れないわけにはいかない。ウィキにも記載がありますけれどもモーツァルトと同時代を生きたアントニオ・ロセッティどちらかというと忘れられた音楽家の部類になりますけれどもこのロセッティの交響曲トタンチョこれはモーツァルトの40番よりも半年から1年ほど早く完成されたらしいんですがこれがどうもモーツァルトの40番の雰囲気に似ているという説がある。端的に言うとモーツァルトがこのロセッティの作品を聞いたのか聞かなかったのかこのロセッティの音楽が40番の交響曲の作曲に何か影響を及ぼしたのかどうか私このロセッティのトタンチョ交響曲を早速聞いてみたんですけれども結論から申し上げますと雰囲気的になんとなく似ているなと思われる方もあると思います。しかし仮にこの曲をモーツァルトが聴いていたとしてもそして万一このロセッティの作品がモーツァルトの創作欲を刺激したインスパイアしたとしても全く問題はない。音楽的な完成度魅力インパクトの点から見てもそしてこの音楽史の上でこのモーツァルトの40番が極めつけの名曲として残り続けてきたということからもロセッティの作品とモーツァルトの音楽的魅力の差というのは残念ながら比較にならないほど大きなものです。これはモーツァルトの40番を聴く楽しむ上でのちょっとしたファンタジー的な総和レベルの話です。関心をお持ちの方リンクを貼っておきますのでぜひロセッティのトタンチョもお聞きになってみてください。これはこれでいい音楽だと思いますがモーツァルトの40番という圧倒的な曲の存在があってこそ今顧みられる機会を得ることができるというのはあると思います。はい、このような聴き手をグッと掴む魅力に溢れた音楽長く語り伝えられてきた晩年のモーツァルトの境遇とともにいかにも悲痛な背景と美しさを持った稀有な音楽に聞こえる。実際確かにそうなんです。有名なのはシューベルトですよね。シューベルトは生前このモーツァルトの40番を聴くたびにこの曲からは天使の歌声が聞こえると涙を浮かべた。そしてシューベルトの第5交響曲の第3楽章メヌエットに構造的にいえ加工音階という点でモーツァルトの40番の明らかな影響が見られる。はい、これだけ皆さん親しみを持って聴き続けている曲であるにもかかわらずやはりモーツァルトの40番にはまだまだ知られざるエピソードがある。さすがに今ではモーツァルトはこの作品が実際にオーケストラで演奏されるのを聞いたことがなかったんだそのまま亡くなってしまったんだという説は否定されています。さてではいよいよ今日のテーマカラヤンのこの曲の演奏についてお話ししていきましょう。実は皆さんもよくご存知の通りカラヤンのこの曲の録音って再録音の回数で見れば決して多いものではない。こんなポピュラーな名曲なのにと思われるかもしれませんが録音の機会って思ったほど多くない。そして先ほど申し上げたように映像作品がなくライブ録音がない。日本での公演でもそれほどプログラムに組み入れられてないんですね。というわけで最初の録音はカラヤン若き日の1942年10月、珍しくもトリノイタリア放送オーケストラを指揮してポリドールに SP 録音された演奏です。これから見ていきましょう。まず最初から結論じみたものを申し上げますと実は今の残るカラヤンのモーツァルトの40番演奏ってほとんど変化を見せない。もちろん細かな変化や1970年代に入ってレガートの度合いが増してくることはあるんですけれどもテンポもフィーリングもよく似ている。悪い意味ではなくて違いというのは本当に録音の雰囲気だけというものもあったりします。何か具体的な表現の変化や時代における違いというものを聞き取ろうとすると、
それがないとは言いませんけれども、他の作曲家、他の作品の方がよりその変化を見つけやすいというのはある。よく言えば、もう最初の録音からカラヤン流のキリッとした運びというのが決まっている。と同時にレガート重視の方向もうっすらと見られたりする。ただ、この最初のポリドール SP 録音が面白いのは、他よりもかなりゆったりなテンポ感の第一楽章。そして対照的に後の録音のどれよりも快活で本来のメヌエットのフィーリングが明らかな第三楽章の生き生きとした演奏。そしてフィナーレですが、実は結構盛り上がりが聞かれる。こんな状態の録音なのに結構スリリングなんです。さて、この次はもう戦後のウィンフィルトの演奏になるんですけれども、結構近い演奏日時の2つの録音がある。順序としては、この1959年10月27日、カラヤン・ウィンフィルが東京で演奏したライブ録音。しかもこれ、NHK の立体放送、初期のステレオ収録なんですが、これすでに1957年、カラヤンのベルリンフィルトの初来日で立体音声収録というのが試みられているんですね。つまり、左右チャンネルを別個に録音して、同時再生して左右の信号を AM 時代の NHK 第一放送と第二放送で別々に放送する。そして各家庭ではラジオを2つ用意して第一放送と第二放送を別々に受信するとステレオ空間が再現できるというものだった。というわけで、この1959年の結果としてただ1回の組み合わせとなってしまったカラヤン・ウィンフィルの来日公演の様子を聞くことができる。この時の公演は DVD も出ていますよね。でも今これどういう状態で出てるんでしょうか。私の手元にあるのはこの NHK のボックスなんですけれども、今では単発として1枚物で出ているかもしれません。この時代でステレオですからね。第2回の NHK イタリアオペラも1959年昭和34年でマリオ・デル・モナコがやってきた伝説のオテロ、カルメンやタリア・ヴィーニの愛の無用役も同じ年の録音ですけれども、こう同じ時代のヨーロッパでのステレオライブ収録なんかありえませんからね。強いて言うならば、アメリカでモントゥ・ミュンシュなんかのオーケストラもののステレオ録音っていうのが残っていますけれども、これもちろんこの後のデッカ版で聴けるようなメジャーレーベルによるサウンドポリシーがあるというのではありませんけれども、しかし逆に良いところもあるんですよね。特に NHK による録音ってこの当時から全体の溶け合いのあるサウンドなので、私これはこれで好きなんです。極端な調整、細工がない分、その時実際に会場に響いたサウンドに近いとも言えますし、実際これこの当時のウィンフィルが日本のメディアでこういう風にステレオで捉えられたという面白さがある。しかもこれ内幸町にあった旧 NHK ホール、1938年に建てられたものでしたでしょうか。観客数は630。しかし小規模ながらここは大変優れた音響効果を持ったホールだった。さてこれ演奏なんですけれども、とてもいいんです。半年ほどの違いで録音されたデッカ版と単純に比べるわけではないんですけれども、私はこの東京での演奏の方が魅力的だと思った。さあ何が違うのか。早速なかなかに重いテーマなんですけれども、レコード録音とコンサートは違うとよく言われる。具体的に何が違うのか。このカラヤンとウィンフィルの40番の違いというのもまさにそれなんですけれども、聴衆のいるいないで何が違うのか、どうして演奏の傾向が違ったり感銘度に差が出てくるのか、これはいろいろな考え方がありますが、私実際に自分がステージに上がるものとしてあえて具体的な説明をしたいと思うんですけれども、これ別に精神性が違うわけではないんです。恐ろしく簡単なレベルでの例え話で申し上げますと、例えばカラオケ、クラシック音楽ファンでカラオケ好きという方はあまりないのではないかと思いますけれども、例えばお家にゴージャスなカラオケセットをお持ちの方もあるでしょう。しかしお店で歌うときと家で歌うときって何が違いますか。お店で歌うときの方がテンション上がりますよね。答えは簡単、家では誰も聞いてくれないからです。
演奏の現場を考えていただくといいんですが、演奏って聴いてくれる人のためになされるものなんですね。というわけで、目の前にいるお客さんに伝えるために演奏するのと、マイクロフォンに向かって演奏するというのとは、聴き手にとって音の届け先というのが物理的に違う。それは単純に距離感の問題であったりもします。そして私がよく動画で口にする音の立ち上がり方の違いとして出てくる場合が多いんですね。気合の込め方でもいいんですけれども、それは指揮者の棒の動きへの反応であっても同じです。そしてこれは皆さんもよくお分かりだと思いますけれども、公開演奏とレコード録音ではそれぞれに目指す、いえ目指すではないな、念頭に置く優先するものが違う。録音はとにかく正確さです。これがカラヤン・ウィンフィルの2つのモーツァルトの40番の演奏にどう現れているのか。さすがにこれだけの名指揮者、名オーケストラになると、レコード録音で気の抜けた演奏をしているというわけではない。事実これ長年にわたって聞き継がれてきた名演奏です。デッカ版の演奏に魅力がないということでは決してない。しかし両者を比べるのであれば、東京でのライブ演奏の方に公開演奏ならではのあの時代、あの日、あの時の演奏であったからこその盛り上がり、テンション、温度、熱というのがある。そこが面白いんです。聴衆を目の前にして演奏する、安っぽく言うと商品としてふさわしい演奏をしなければならない、一回こっきりの演奏会で。それって正確さだけではないんですよね。私 N 響のリハーサルを聞かせていただいた時、コンサートマスターのマロさんが、まだまだこれでは商品にならないからとポツリとおっしゃった。音楽というのは数字で結果を表すことができない。それだけに悪く言いますと、いくらでもケチをつきやすい。俺は認めないと言ってしまえばそれで終わりだからです。しかしそれは論評ではない。好き嫌いはもちろんありますけれども、それは音楽ファンの感覚なんですね。論評というのはまずその音楽、演奏内容の把握が必要です。演奏されている作品そのものに対しても、演奏内容についても、そこにどういう土台があって、どういう意図があってこういう結果になっているのか、それを推し量るにはプロとして論評する側にそれなりのセンスや柔軟性がいる。だからこそ私、これは好きこれは嫌いという単純な仕分けは音楽ファンに許される特権だと思う。しかしプロの評論家はそれでは済まない。プロの批評はその演奏を実際に聞いた人にも、聞かなかった人にも、そして演奏した側にも示唆を与えてくれるものです。ちょっと話が飛躍しましたけれども、プロ演奏の現場を知っている方であれば、残念ながら多くの場合、批評論評というのが実際ほとんど相手にされてないのを感じる方があると思います。演奏家には批評を読んでる時間がない、もしくは読みたくなるような読まずにいられない批評というのが思った以上に少ないからです。実際に評論を読んでるのは熱心な音楽ファンの方なんですね。それだけに説明しようのないものが起こる瞬間というのがある。同じプログラムの2回公演、3回公演で日によって驚くほど演奏のテンションが変わることがあります。それがライブの面白みなんですよね。ちょっと遠回りしましたけれども、デッカ版の演奏が型通りだという意味ではなくて、私は東京公演の方に面白みを感じた。それには私自身が音楽の演奏、ライブ演奏をこうして CD で聴くときに何を求めているのかも関係があると思います。何より私は自分が聴いて感動したその音色、音楽というのを自分で再現したいとも思う。真似という意味ではありません。なのでもしかしたらこの2つをお聞きになられても、お聞きになる方によってはデッカ版の方が金星の取れた美しさがあっていいと思う方もあると思います。さあそのデッカ版ですけれども、1960年の録音、とりあえずこの版で聞いてみたんですけれども、第一楽章立派な演奏なんですけれども、意外におとなしい。後年の録音や日本でのライブを聞いてしまうと物足りなさを感じる。形はきっちりしています。ウィンフィルのサウンドもアンサンブルもある。ただどこかこうポカッと空いた空間があるようにも思えるんです。それが物足りなさにもなる。面白いのは第三楽章のメヌエット、意気込みがすごいんです。不調とまでは言いませんけれども、第一楽章、第二楽章のいわば標準的な演奏を聞いた後ですと、いきなり目の覚めるような感覚があります。微妙に過剰レガートというのが残っていますけれども、トスカニーニほどではないです。そ
そしてこの後フィナーレ第4楽章も非常に勢いのある立派な演奏です。さてその次になりますと、これ最近になって CD として登場したものですが、1964年9月15日ルーマニアブカレストでのウィンフィルドの公演ライブがあるモノラル録音です。これすごく濃密な演奏だと思う。先にネタバレさせたくないんですけれども、第2楽章などこの後のレコード録音用の演奏とは全く異なる盛り上がりや表現の幅というのがある。ライブ演奏の強みですよね。一編のリリック、叙情詩としての見事な流れと完成度があります。実は今回まず3種類のレコード用のセッション録音を聞いた後、どんなものかなと取り出して聞いてみたんですが、これがいい演奏だった。モノラル録音ですし、音の状態はメジャーレーベルの録音ほど条件は良くない。しかしヒストリカルとしては十分な水準にあります。マスタリングはされているんでしょうけれども、何よりウィンフィルの音色、それも溶け合いのサウンドが聞こえるんですね。曲が曲ですのでオルガントーンとは言いにくいところもあるんですけれども、大規模なトゥッティで個々の楽器の音が聞こえない、おーと聞き込む瞬間の多い演奏です。それだけに第2楽章もこれが一番音楽的にいい演奏になっている。退屈する瞬間がないと言いますか、こういうのを聞いていると、あ、やっぱりレコード録音のカラヤンとコンサートのカラヤンってこういう違いがあるんだなっていうのがこう見えてくるような記録でもあります。さてこの次になると1970年録音の EMI 版ですね。第1楽章もう冒頭のワンフレーズからますますこの頃のカラヤンがレガート重視になっているのがわかる。というのも実は私これ好きなレコードなんですね。なんていうのかな、欠点はあるんですよ。そしていかにもこの当時のカラヤンならではのレコード録音、ただこれを初めて聞いた中学3年生の自分にはいろいろと印象深いレコードだった。そして演奏そのものもその当時の自分にグッときた。さらにはこの LP セットにはカラヤンのリハーサル風景までついていましたからね。私がこれを聞いた1985、6年段階ではカラヤンの練習風景が聞けるなんてちょっとした事件だった。今でも YouTube にありますけれども、カラヤンベルリンフィルが来日1981年でしたか、その特番の中で無人カメラで撮影したハイドンの時計第2楽章のリハーサル風景、ごく数分間の映像でしたけれども、その映像、カラヤンの練習ぶりを見ることができるというのが我々にとってどれほどの衝撃だったか。数々のドキュメンタリー映像が出てくるようになるのってカラヤンが亡くなってから、そしてまた結構時間が経ってからのことだった。当時はまだまだカラヤンが録音や映像を厳しくコントロールしていましたから、まあこれも昔話ですよね。ただ改めて聞いてみても、やっぱりこうゾワゾワっと鳥肌が立つようなところがある。良い意味でも悪い意味でもです。この過度のレガート重視、特に私1977、78年録音のベートーベン交響曲全集中でも第1番があれ特にひどいと思ってるんですけれども、それで言うとこの1970年録音の40番にもちょっとんというところもある。ただこれがギリギリの線だとも言える。ベートーベンほどには違和感はないです。ただこうした部分はちょっとゾゾッとしますよね。でもこれはこれでいい。音楽のパセティックさ、ドラマティックさにつながっていると思える。第2楽章は出だしいいんですけれども、やっぱりちょっと途中でもたれる。カードのレガートとともにテンポや息遣いまでがどんどん重くなったりもする。多少物々しすぎると思います。開始部分はこのテンポなのに、やがてこの進行、はっきりテンポ落ちてますよね。フィナーレも快速テンポで大きな編成によるモーツァルトなんですが、それぞれのセクションパートがまさに世界最高級レベルなので、中間部のフガートなんか最近の古楽スタイルの演奏ではないのに、第一バイオリンばかりではなく第二バイオリンやビオラの中性部というのがこう湧き立つように聞こえてくる。すごく立体的なんです。こういう凄さがある。
で、この後なんですが、1975年にドイツグラムフォンに録音し直すわけですね。これもちょっと今では考えられないですよね。今回もまたカメラアート東京の伊坂さんの本を引用しますけれども、この時期のカラヤンはドイツグラムフォンと EMI の録音制作を実質支配していて、録音するレパートリーから現場の監修からほぼ自前で進めるようになっていた。リハルト・シュトラウスの家庭交響曲のように1日1回のセッションで取り終えてしまったもの。そしてこれはお好きな方には申し訳ないんですけれども、ベルリン・フィルトのシベリウスの2番、これカラヤンの名誉になる録音ではないんじゃないかと思います。以前のものに比べてあまりに完成度に問題があると感じる。家庭交響曲なんかこの前後のベルリンでの2つの公演ライブの方が圧倒的に素晴らしい演奏です。そしてカラヤンの腹心であったミシェル・グロッツが EMI、 そしてやがてはドイツグラムフォンまでが録音現場のプロデューサーにまで迎えることになってしまう。制作会社のスタッフではなく演奏家のスタッフがレコード制作に関わるようになってしまったわけです。お金を出す側、出される側、その力の配分が逆になってしまったんですね。カラヤンはドイツグラムフォンで1975年からブルックナー交響曲全集の録音を始める。カラヤンが望んでいたものです。しかしドイツグラムフォンにはすでにオイエン・ヨッフによる素晴らしい全集録音があったわけで、カラヤンによる新しいブルックナー交響曲全集というのはグラムフォンにとって決して喜び勇んでというプランではなかった。そしてカラヤンが1964年に完成させた、私自身もいい演奏が数々含まれていると思うベートーベン交響曲全集、伊坂さんはドイツグラムフォンが恐れていたと書いておられますけれども、カラヤンはドイツグラムフォンで2度目のベートーベン交響曲全集を録音させてしまう。ドイツグラムフォンも大会社だったかもしれませんけれども、経費を回収して利益を得ていかなければならない。そこにまた新たな取り直しの重複レパートリーが出るというのは困ってしまうわけです。で、以前も申し上げましたけれども、このベートーベン交響曲全集の再録音は全てにカラヤン直筆のサインがつく、それからリハーサル風景でしたっけ、何か特典レコードがつくということで約4000セットをとりあえず全世界で販売できた。で、この後にはミシェル・グロッツがプロデュースして EMI に録音。1970年ですよね。このモーツァルトの後期交響曲集ですけれども、これからわずか5年を経た1975年にカラヤン・ベルリン・フィルはまたぞろ同じモーツァルトの後期交響曲集35、36、38、39、40、41番の再録音を始める。そのプロデューサーがまた EMI 版と同じミシェル・ゴロッツなんですよね。で、ここから伊坂さんの本の引用です。確かにレコード会社同士の共通の一般的な約束事として、同じアーティストで同じ曲を録音する場合5年は間隔を空ける、これは契約書にも組み込まれているが、この場合まさに5年後に別のレーベルに同じ企画を持ち込むというのはレコード業界全体の活性化には決してならない傲慢なやり方ではないだろうか。この本本当に面白いですから皆さんぜひおすすめします。まさに現場のエピソード、現場の事情、裏事情を知る人ゆえの、そうだな、ルイス・フロイスが書いた日本史の面白さみたいなところがあります。で、こうした事情のあるわずか5年後の撮り直しのモーツァルト、ドイツグラムフォンと EMI 版がどう違うかというと、なんと言いますか、同じ演奏が入っている LP レコードの日本版とドイツ製レコードの音質の違いみたいな気もする。もちろん演奏内容はこれ別なんですよ。ただこう、違いを聞き取るための集中力を生み出すのに努力がいる。これ、たまたま好きな曲で自分のお気に入りの演奏が関わっていますから、そして動画としてお話ししていますから真面目に耳を傾けてみましたけれども、そうでなかったらこれあまり楽しい作業とは言えないです。これ試しに私皆さんにアンケートを取ってみたい。カラヤンのファンの方でこの1970年 EMI 版と75年ドイツグラム本版のどちらがお好きですかというもの。録音のされ方の違いなんでしょう。ドイツグラムフォンの方がよりオンマイクでオーケストラに近接している感じはあります。そのせいかどうか、特殊な響きの美しさというのは EMI 版ほどではない。そのせいもあって演奏もよりかっちりとしたまとまりはあるんですけれども、第一楽章などおそらく EMI 版の方により凄みがあると聞こえる。ドイツグラムフォン版の第一楽章ってやや型通りなところがあります。第二楽章もこれ実は微妙なんです。確かに先の EMI 版よりは淡々として持たれるようなところはないんですけれども、まず演奏としてあんまり面白いところがない。これ響きはぎっしり詰まってパワフルな音が聞こえるんですけれども、意外にそれが迫力につながっていない。その点で第三楽章メヌエットも同じです。悪く言いますとひたすらこう音の壁が続いていく感じなんですね。フィナーレもこれ聞いていて思うのは、まるでこれカレアンの日常が捉えられていると感じた。レコード録音だから特別な意気込み
みで望めというわけではないんですけれども、たまたまのこの演奏、たまたまのこの日の姿、これかつてのような意気込みと計画性のあるレコード録音ではなくて、その意味でのカラヤンの日常を捉えたものになっている。これって今日最初に申し上げたその日のお客さんに向かって演奏するというのとは似て非なるものだということ。それが良いとか悪いとかっていうのはまた別なんですけれども、はい。そしてこの1975年の録音が今我々が聞くことのできる最も後期のカラヤンの指揮したモーツァルトの40番になります。そして再びカラヤンとモーツァルトの40番が話題に流れるのはカラヤンの最晩年のことです。これ1988年5月号のレコード芸術ですが、この時1987年の29、39番の新録音が発売になった。その広告にこの後にはモーツァルトの交響曲40番41番の録音が予定されていますというフレーズがある。皆さんこの CD ご存知ですよね。1987年5月のライブ録音、カラヤンがウィンフィルを指揮したシューマンの交響曲第4番なんですが、これ素晴らしいですよね。私の好きな演奏の一つです。この時期カラヤンの最晩年にシューマンの4番って時折取り上げられているんですけれども、その中でもこの87年5月の演奏は特に優れたものだと思います。一つ具体例を挙げますと、1988年の8月15日かな、ザルツブルク音楽祭でウィンフィルとムターのチャイコスキーのバイオリン協奏曲がライブ録音された日の公演で、シューマンの第4交響曲が演奏されているんですけれども、この演奏よりも5月のウィーンでの演奏の方がいいと思います。で、こちらはドイツグラム本番なんですけれども、もう1枚同じ演奏がクーリエから CD 化されたことがあった。こちらの方は ORF、オーストリア放送協会の音源で、まあ確かなことはわからないんですけれども、ドイツグラムフォンの市販版よりはおそらく編集が少ないと思われる。1987年5月24日の公演そのままの演奏だと思われます。で、この日の公演プログラムが、後半がこのシューマンの交響曲第4番、前半がモーツァルトのジュピターなんです。これはクーリエの CD だけで、ドイツグラムフォンからの CD 化はない。はい、これを見てもわかる通り、カラヤンは亡くならなければまず間違いなくモーツァルトの40番、41番を録音したのでしょう。このようにジュピターのライブ音源が残っているのにドイツグラムフォンから未発売ということは、いずれセッションを組んで正式に録音する予定だったのかもしれないですよね。先ほどのシューマンが発売された時にはわざわざ旧録音のドボルザークの8番を組み合わせてあったくらいですから、このジュピターを出そうと思えば出せたはずだと思えなくもない。さあ、カラヤンがもしもう少し長生きしていたならば、我々はもう一つの晩年ならではのいぶし銀のようなウィンフィルトの40番がおそらく聴けたはずだと思います。はい、突然ですがここからは有料タイムです。こうした最晩年のカラヤンですけれども、もしかしたら我々はカラヤンとモーツァルトの40番を日本で聴くことができたかもしれないんです。1989年のウィンフィルはオペラと一緒でしたから、アバドがオーチャードホールでメンデルスゾーンを演奏しましたよね。それから1991年にはプレヴィンとハーガーがやってきた。で、1992年はクライバーがキャンセルしてシノーポリになってしまいましたが、実はその1989年だったか1991年だったか、これ本当であればカラヤンがウィンフィルと来日するはずだった。これも詳しい事情は分かりませんけれども、カラヤンの晩年の演奏プログラムを見ていくと、これ全くの想像ですけれども、おそらくこのモーツァルトの40番41番、それからもしかしたらブルックナーの8番、これ1989年2月のニューヨーク公演のプログラムを参考にしているんですけれども、あとはヨハン・シュトラウスのワルツやポルカがあったかもしれませんね。それからシューベルトの未完成、他にはブルックナーの7番かな。全くの推測ですよ。で、実はもう一つこの時に進められていた計画として、このウィンフィル来日公演にもう一人の指揮者が同行するはずだったと言われています。これは私からはあえて名前は申し上げません。あまりに驚きの取り合わせだったからです。これは音楽ビジネスの点でもまさに驚きの企画だった。世界中がライバルとみなした巨匠の取り合わせ。実は実際には当人同士は全く敵対意識はなかったそうですけれども、この両者の組み合わせが日本で実現したかもしれなかった。あくまで噂話として聞いてください。この二人に関しては様々なエピソードがありますけれども、実は当人同士が互いについて具体的に話している談話ってほとんどないんです。周囲が過剰に騒ぎ立てたことによって誰が得をしたのかというと、結局のところ後藤に2人の大指揮者だったというオチなんです。つまり完全にマネージメントの描いた作り出した構造だったわけですね。これがもし日本で実現していたら、これは20世紀のオーケストラ演奏史における一大イベントになっていたかもしれない。
さて、いろいろお話ししましたけれども、今我々が聞くことのできるこれらのソフトの中から、なんだろう、カラヤンらしさが心地よく聞ける。そして、なおかつ、ああ、40番ってやっぱりいい曲だなというのを感じさせてくれる魅力。それを私自身がどの演奏に最も強く感じるかというと、やっぱり1970年録音の EMI 版です。ただしこれは、この EMI による後期交響曲集の録音の40番に関してだけです。36番リンツなんかあまりにベタベタで、今聞くとちょっとゾッとするところがある。それは否定しません。そしてこれは当たり前ですけれども、私の個人的な主観です。そして、あえて申し上げるとするならば、この演奏に初めて接した時の年齢や環境も影響があるかもしれない。もう東京に出て音楽を勉強するんだと決めた最中でした。どういう未来、近未来が待ち構えているかは分からなかったけれども、音楽が自分にとってかけがえのないものだと分かっていた。自分の知らないことが山のようにある。そしてやはり指揮者になりたいと思った。曲を書きたいと思った。もっと安っぽく言えば、欲しいレコード、聴きたいレコードもたくさんあって、東京ではしょっちゅういろんないい演奏会があるのも知っていた。そんな私自身の覚醒の時に、自分の好きな音楽、それまでフルトウェングラーやワルタ、マッケラス、スイートナーやセルの演奏を繰り返し聴いていた時に、このカラヤンの、当時のカラヤンならではの鮮やかな演奏を聴いた。それまでの演奏とは違った魅力があって、それを私は以後30年以上にもわたって折に触れ聴いてきた。そんな出会いと人生の時間を共に過ごしてきた演奏、これはあくまで私にとっての鑑賞に過ぎないかもしれない。しかし皆さんにもそんな音楽や演奏との出会いがありませんか？もちろん私のこの個人的な経験が皆さんと共有できるわけではない。しかし私は自分がカラヤンのこのモーツァルトの40番とこのような出会いができたことを幸運だと思っています。そしてこの演奏、今日的なモーツァルト演奏の常識から見てどうこうという議論ももちろん成り立ちますけれども、それだけで否定したり無視したりするのはどうにももったいない。私が今日聞いてきたカラヤンのモーツァルトの40番の中であえて数点を選び出すとしたら、まずこの1970年の EMI 版、そして1959年のウィンフィルトの東京公演のステレオライブです。これだけの名曲ですから、様々な解釈や表現ができる。カラヤンの録音の中でもこのベルリンフィルトの演奏は本編中で申し上げたような問題点もありますけれども、それでもなお私にとって必要なレコードであり続けています。ご視聴ありがとうございました。高評価をお願いします。